ああ、無事帰ってこれた。なんという美しさだ。まるで神話に出てくる天族たちが暮らす神殿のよう。本当に天族って呼ぶんだ。何かおかしいだろうか。うん、神、霊、魑魅魍魎といった姿なき超常存在を人は畏敬の念を込めて天族と呼ぶでしょ。天意見聞録の引用。じゃじゃーん。君も読んだのか。君もってことは。幼い頃に、それは何度も。だっと、俺の村はここから少し行ったところだから、行こうか。了解した。じいじに報告してくれ。黙っとくわけにはいかないよな。後で来るんだろ。うん。みんな来て、紹介するよ。ん？これが森で暮らす俺の家族。これは芝居？それとも何かの演出か？なんでもない、忘れて。君は面白い人だな。あれが俺ん家。先行って休んでてよ、俺ちょっと用あるから。村の中を拝見しても？いいけど、みんなを怒らせないでね。なるほど、ここは天族の森と言いたいのだな。そう、それでは粗相のないようにしなければ。さて、ミクリオ、じいじにうまく話してくれてるかな。楽しめた？ああ、だがずっと誰かに見られてるようで、なんだか。ご飯にしよっか。すまない、実はもう限界だった。じゃあ俺の家に行こう。気使わせちゃったかな。何か？うん、何でも。さあ入って。ねえ、ん？君がいる都ってどんなとこ？私が暮らしているのはハイランド王国の都、レディーレイク。レディーレイクって聖剣伝承の？知っているのか？天意見聞録にあったよ。湖の乙女の守る聖剣を抜いた者が同志になるって伝承があるんだよね。ああ、恵まれた水源を持つ都で、酒と祭りが好きな陽気な人々で溢れていた。溢れていた？昔はそうだった。下界の人たちは大変なんだな。下界？山を降りた先のこと。俺ここから出たことないんだ。一人でずっとここに。スレイこそ大変な境遇だったのだな。そうだ、明日からの帰り支度手伝うよ。何がいる？保存食とかカバンとか。そうだな、あと少々の道具類と寝袋があれば。わかった、じゃあまずは狩りだね。明日案内するよ。ありがとう、感謝する。
おはよう、スレイ。おはよう、ミクリオ。ミクリオ、早く！のんびりしてる暇はないぞ。わかってる、すぐ行くよ。じいじにいろいろ仰せつかってね。しばらくは暴殺されそうだ。そっか、こっちのことは気にしないで。スレイ、じいじの気持ちも。うん、わかってる。ミクリオ！じゃあまた。あ、あ、おはよう。よく眠れた？おはよう。久々にぐっすりと眠れた気がする。じゃあ早速行こうか。入り口の門から左手だよ。そこに売り棒がいる。いい狩り場なんだ。了解した。